うまくはまったね。ということで、どうもトンモツでございます。これボタン連打すればいいのかな。おー、出てきた。パート2折り紙キングやっていきたいと思います。おーっと、ここはどこだ。前回なんかね、ぶっ飛ばされて終わったんだけど、ここどこだ。なんか魔法陣があるから魔法陣のとこ行ってみよう。神の手、出た神の手。 X ボタン。オリビアがいないので神の手は使えない。あいつが神の手の守護者だったのか。そんでもって、パート1からね、同じ日に撮ってるんですけれども、その間にね、バイト挟んでるので、バイト中やりたくてしゃあなかった。ずーっと折り紙キングのこと頭にあって、もう全然バイトが手につかなかったわ。こっち側？あたふたしてる。これ落ちれる？落ちれないか。そんな投身自殺はできないか。こう叩いてれば出てこないかな。出てこないか。どこにいるんだろう、オリビア。ああ、こっち行けるじゃん。手前側行けるじゃん。危なーい。何が？どこにいるの？マリオさん、足元、気をつけて。いや、見りゃわかるけど。そこ、地面に大きな穴が開いてません？落ちたら怪我しちゃうかも。穴を塞げるといいんだけど、どうしよう。力んでんな、なんか。あ、そうだ、マリオさん、これ、はい、どこにいんの？オリビアは。投げてきた。空の紙っぺら袋、超すげえ投げてきたじゃん。お前、砲丸投げ選手かよ。ねえ、マリオさん、その袋に紙っぺらを集めてみて。紙っぺら、何、薄っぺらみたいな。紙っぺらは、この世界を作ってる紙のかけらみたいなものですわ。世界の一部？それをたくさん集めて、スカスカの穴に貼り付ければ、元通りに直せるかも。ということで、うわ、もうぺちゃんこじゃん、袋。この袋を見れば、紙っぺらがどれくらい集まったかがわかりますわ。あたりのお花や、草に尾をつける。木にも尾をつけてるわ。おきって。ハンマーで叩けば、紙っぺらが出てくると思います。それじゃ、お願いします。おー、紙っぺらと、おーおーおー。これかな、紙っぺらって。おお、カービィみたい。近づかずとも、なんつうんだろう。遠くにいるのに、直接触れてないのに回収できるっていう。マリオさん、紙っぺらがいい感じに集まったみたい。それじゃ、穴の近くまで来てみてと。はいはいはい。とりあえずこの辺回収しようか、一回。お花叩けば出てくんの？うわ、かわいそう。花、木は幹叩くだけだけど、花完全に潰してんじゃん、これ。一つの命を奪った。罪は重いぞ。はーい、そしたら、スカスカに向かって ZR でパーッとばらまいてと。ばらまきたい方を向いて、そーれ、ZR、ZR。はい、どうぞ。なんかノリいいな、こいつ。ZR。パンパカパーン。お？パンパカパーン。パンパカパーン。これでいいのかな？うわ、色まで変わった。めっちゃコイン出てきた。え、そんな、穴埋めただけで、なに、国から補助金もらったのかな？ありがとうって。これでまたスカスカがあっても、紙っぺらで直せますわね。おう、コインめっちゃもらった。いくつあるんだろう、これ。オリビアこっちかな？うわ、埋まってる、頭から。マリオさん、こんな格好で失礼します。まあ、大して変わらんけどな、ただの折り紙だから。頭の先が地面に刺さって抜けません。どうしましょう。無視しようか。一生ストーリー進まねえってな。引っ張る。引っ張るアクション多いな、さっきから。よいしょ。クッパも引っ張ったしね。いっと、お前助けてもらったやつになんてことしてくれんだ。着地点ぐらい考えろ。ふう、助かりましたわ。ありがとうございます。ここがどこだろうみたいな感じか。ところで、一体ここはどこでしょう。道を尋ねても、誰もいないし、困りましたわね。もう、人という種族がいなくなった世界だよね、これ。ともかく、あたりを調べてみるしかなさそうですわ。困ったら遠慮せずに、X で私を呼んで相談してみてくださいね。うわ、いい女アピールだ。絶対呼ばねえからな。絶対オリビア呼ばねえからな。ここ神の手か。あ、こんなところにも魔法陣？これってもしかして、世界中のあちこちがアニオに変えられちゃったの？どういうこと？神の手、行きますよ。ババーバーン。握る。ここか？ん？叩く。はい。何それ？これあれじゃん。ベジータが得意なコンボじゃん。ベジータだっけ？天津飯だっけ？両手で上から下にガーンって振り下ろすやつ。ドラゴンボールでよく見るコンボだ。
ちょっとこの辺回収して、この間を通る的な感じか。はいはい、ハテナブロックだ。はい、ん、遠近感が、え、キノコだ。キノコ、おなじみのキノコ、使うと体力が少し回復する。あれか、傷薬的なポケモンで言う。マリオさん、それって旅のお供に欠かせない便利なアイテムっぽいです。持ってるアイテムはプラスレメニューを開いて確認できるみたい。Y を押してアイテムを選べばその場ですぐに使えるからかなり便利かも。ほうほうほう、とりあえずこれで確認できて Y で使える。あ、マイクラ的な HUD だとりあえずちょっと鼻潰していこう。問答無用じゃ、どうせ紙だし。さっきと言ってること違うけど。おーっと、別エリアに来ました。ジャンプ。うお、お山の、なんかなんだあれ。わあ、とってもいい景色。ここはお山のてっぺんかしら。あ、なに、あって、うわ、何にもない。城壁だけに囲まれた意味のない空間になっている。あそこ、ピーチ城のあったところ。お城はどこに行っちゃったの。あっちあるね、紙のリボンがなんかあるね。確かあの時紙テープがいっぱい巻きついてピーチ城を持ち上げて、そのままどこかへ。奥奥、もっと奥見ろ。うわあ、紙テープだけで城持ち上げられる普通あんな遠いお山の上に、しかも紙テープでぐるぐる巻きのままですわ。兄上だったらあんなところでピーチ姫さんと一緒に閉じこもってるのかも。兄上たらか。兄上、私兄弟としてこんなことやめさせなきゃ。兄上何考えてんだろうねだいぶ危ない思想の持ち主だよね。あ、そうそう、兄弟といえば、あ、ルイージは、ルイージ、マリオさんとお揃いの緑の帽子がお城の後に落ちていたけど、あれってもしかしてご兄弟の帽子。そうだよ、あれかな、帽子だけ残ってルイージはもうぺっちゃんこに潰れて肉塊と化したみたいなグロテスクなことはところは見せないみたいな。やっぱりそう、それは大変ですわ。急いであそこへ様子を見に戻った方がいいかもしれません。戻らなきゃいけないのか。ああ、とっても心配、ご無事だといいんですけど。ほうほう、ねえ、下まで下らなきゃいけないのか。お、セーブブロック、セーブ中。はい、お、ここにもあれじゃん、なんで紙っぺら、なんだっけ、 ZR か。ペラ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 マリオ1回にまく量が多すぎじゃない、こいつ大量にまくじゃん、バーって。もう袋からビャー出してんだろうな。あ、こっちか。おい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 、なんかすげえ田舎、誰か来たよ。え、なになに、誰かいんの、森の精霊たちが。誰、うわ、なんか笑ってるわ、ケラケラ。おひげが生えてるね、うるせえ。なんかなんで俺のことひげで捉えんの赤い帽子で捉える。おひげって偉い人、デクジーみたい。デクジー、デクジーってあれじゃないの、リンクにさ、ゼルダの伝説に出てくるやつじゃないの。コインいっぱいだ。これ何、ちょっと巻けばいいかな。違うか、これ。お、あ、こう大回りするのね。はいはい、あ、やべ、髪なくなった。叩け叩け、叩いた叩いたよ。うるせえな、ガヤ、ヤジウマがうるせえな。ハンマーだ、叩くんだ、叩いた叩いた、うるせえな。これでコインがゲットできる。おお、気持ちいい。もう573だって。うわ、1000 規格外のコインの量が。よそ者が来たぞ。うわー、これ多分頑固じじいだろうな、まったくよそ者はみたいなさ。ちょっとこれ足りるか、足りねえな。紙っぺらをちょっと埋めようぜ、ここ。はい、埋めた。コインコインコイン、下下っていって、なんかもうケラ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 、お前ちゃんと面と向かって言いたいことがあるなら俺に言えよ。それいじめっ子のやつだぞいじめのやつだぞ。なんか遠く周りでクスクス言ってさ、あれもしかして俺の悪口言ってんのかなみたいな。はい、それ高校時代の俺。あ、くす玉がある、引けと言わんばかりの。なんかこれ多分行ったらやばいよな。こっち側から行けってことか。これ登れる？登れない。こうか、こうしてこうしてこう。お、引っ張る、よいしょ。あ、コイン出てきた、10コイン。もはや10コインじゃ喜ばねえわ。引っ張るかな、どうだろう、引っ張るわ引っ張るかなって何がやねん。何これ、葉っぱが出てきた。何の葉っぱだろう。ちょっと一回無視して、泉に気づいたかな。泉、あ、あれ泉、あれが泉っぽいな。あれ見せてやれよ、なんかもうガヤがうるさい本当に。なんか落ちてた、花びらが落ちて光って、
うわー、しおれた花びらが元に戻った。早くね。効き目早くね。温泉かな、そういう。ファーファーファーと引っ張ろう。わ、コインいっぱい、やった。え、ファイヤーフラワーだけど、しおれてる。しおれたファイヤーフラワー、しおれてしまったファイヤーフラワー。水をあげると元気に。あ、あそこに入れろ的な感じか。それにしてもあのヒゲ偉そうだよね。うるせえよ。ん、普通に乗っても意味ない。紙ばらまいても意味ない。ハンマーか。あ、ハンマーだ。え、神経衰弱的な。うわ、これ面白そう。しおれたキノコ。あ、紙吹雪。これ紙吹雪だ。よいしょ。ハート。もはやハートないから、ラッキー。運が俺に味方している。しおれたキノコはこれだ。はい、干からびたキノコが。んで、あと2個だよね。100か。あ、10だ、こっち。外れ、残念、うるせえうるせえ、ガヤが。100コインやったぜ。え、なんかこんな神経衰弱的な仕掛けもあるんだ。はい、これで10コイン。え、面白い。多分これストーリーの攻略上全く必要。え、え、さあ出てきた。攻略上全く必要ないものだと思うけど。なんでこんなところで無敵になるの。しまった、急げ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 。いやん、意味のないスター。こっち行けない。あ、ここ行けってことか。なんで頭回んなかったんだろう、ここに。ちょっと待って、これもう一回スターもらえないかな。うわ、なんかラジカセ落ちてった。いや、ダメでしょ。いや、なんで治んの。超大人ってっけど。水系に、水系ってか水分ダメでしょ。キャサリン落ちてきた。いや、何何これ。あ、落ちた。あ、そういうこと、引き続ければよかったのか。なるほどね。なんで最後キャサリンだったんだろう。なんだかいろいろと不思議なところですわね。なんでキャサリン、ちなみにね、キャサリンと男の子なんだよ、知ってた。まあどうでもいいか。コイン取って、くす玉いきましょう。パンパカパン。あ、いや、切れた。うわー、切れたの笑われてる。なんか切れたらどうすんの。奥行こう。何が、何がある。もうなんかでっけえ切り株がある。乗ったけど意味ないか。あれ、なんだここの空間は。切り株がなんかあんのかな、わかんねえ。オリビアヒント見るか。しょうがねえ。思ったよりも広いお山ですわ。行けるところがまだありそう。じゃあここじゃないってことか。は？なに、怖怖怖、なんで戻ってきたよ、切り株に。ここじゃないのか。左行きましょう。うわ、なんか永遠に続くし。これもう完全に迷いの森入ったな。とりあえず右行ってみよう、もう一回。右行ったらどうなる？変わんねえか。マリオさん、さっきから同じところをぐるぐる回ってません？そうだよね。私の頭もぐるぐるしてきちゃった。よし、あの泉に捨ててやるから、ちょっとこっち来い。あの泉にもう通り投げてやる。あ、あそこの切り株で一休みしません？でけえけどな、だいぶ。切り株乗ろう。はやっ。高速休憩。うー、なんだ？あんたたち、怒られた。久しぶりに怒られた。しっかりとちゃんと怒られたわ。デクジーの頭に腰掛けるなんてダメよ、あんたたち。お姉さん的な、おばちゃん的な感じが。デクジーはこの山の長老よ。とっても偉い木なの。お、三姉妹だ。うちの三姉妹。それが、キノピオたちに自慢の体を切られて、こんな惨めな切り株に。いや、一応本人の前で切り株っていうのを、惨めとか言うのやめてあげて。デクジー、キノピオが切ったの？てか。おお、顔できた。そうじゃ。わしをこんな姿にしたペラペラどもは大嫌いじゃ。なんだ、ゴーゴーカレー行きたいか。ああ、もう喋るのもしんどいわい。なんだ、そうだそうだ、嫌い嫌い、帰れ帰れ。お前らか、さっきから。さっきからあんだけのヤジを飛ばしてたのは後ろのお前らか、若木たちめ。
デクジーは切られたショックですっかり落ち込んで枯れ木になっちゃったの。だからキノピオと同じペラペラはみんな大嫌いなのよ。お前らは折り紙じゃないよな。何なんだお前らは。この山から、出るためにはデクジーのお許しがいるの。嫌われたあんたたちはかわいそうだけど、一生ここで迷子のままね。それは困るよ。なんかオリビアが荒ぶってる。一生？そんなの困ります。ねえデクジーさん、私たち悪いペラペラじゃありませんよ。そうだぞ、俺ら悪いスライムじゃないもん。ピキーピキー、悪いペラペラじゃないもん。そもそも私はペラペラじゃなくて折り紙ですし。何お前だけ助かろうとしてんだ。なんでお前だけ助かろうとしてんの。俺置いてくなよ。なんじゃと、折り紙の小娘よ。それならこのわしを元気いっぱいのギンギンにさせてみ。ギンギンって。それができたらこの、お前たちをこの山から出してやってもいいぞ。あれか、精力剤持ってくるか。うーん、できるかどうかわからないけど、元気がないのはお気の毒ですわ。私たちも早くここから出たいし、頑張ってみようかな。決意を新たに。わお、やってくれるの折り紙ちゃん。オッケー、それならここの迷いの呪いを消してあげるわね。いや、そんな自由にオンオフできるんだ、迷いの呪いとやらは。おお、霧が消えた。さあ、これで山の奥の方まで行けるようになったわよ。そういえば、この山のどこかに命の種っていうすごい種があるらしいの。その命の種があればきっとデクジーも元気ギンギンよ。それじゃ頑張ってね。元気ギンギン、デクジーをギンギンにするたびに。よく行きましょうか。ペラペラが来たぞ。お前ら黙れよ。ニコニコのコメントみたいにさ、超流してくんじゃん。はい、ペラペラ。コインかな？コインだ。わーい。ここにも。はい、コインかな？コインだ。わーい。お、バフリボーだ。あ、こんな感じでエンカウントしてくんだ。ウェーブバトル。よし、やったろうじゃないか。前回のね、1列とか並べ替えていくんでしょ。マリオさん、久しぶりのバトルですわね。久しぶりすぎて私ちょっと忘れちゃったかも。おさらいさせてください。久しぶり言うても俺の中では今日なんつうの、今日起こった出来事だけどな。くるくる回されて敵を並べろ。整列させる。はいはいはい。1列に整列させればいいのね。地面の人形操作して、はい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 。はぐれクリボーを真ん中に寄せると、これで 1.5 倍。わー、整列成功。さすがマリオさん、ちゃんと覚えてて尊敬。うわ、うざいなこいつ。モテる女の差し捨てそうみたいな。尊敬。マリオブーツバトルスタート。じゃあタイミングよく A を押せばいいのかな。 1.5 倍でお得お得。あ、そうそう、そういえばアクションコマンドって知ってます？アクションコマンド、お前に言われる前に先に見つけたわそれ。タイミングよく A を押すとダメージが増えてさらにお得と。試してみて。押すタイミング、なんかいいタイミングで押されるのか。はいはいはい、一回ミスったね。でもこんな感じか、タイミング的には。まだ来るか。ジャンプ攻撃気持ちいい。さらにアクションコマンドでもっとすごくなるなんて腕の見せ所ですわね。ボスとか倒すときにしっかりアクションコマンドを決めていきたいって的な感じか。はい、くるくる回った。20秒もいらねえよ。ハンマーね。こんなおさらいする。こんなしっかりおさらいする。あ、一回ゲームやめたからかな。1.5 倍で、マリオハンマーこれね。はい、これもアクションコマンドあるんだよね多分。アクションコマンドがあるらしいと。振りかぶってるときに、光が一番大きくなったタイミングで A を押す。はいはいはい。このタイミングで A が表示されます。一番明るくなったとき、今ここか。エキセント16ってことは、この前のハンマーをちょっとミスってたのか。さすがハンマー、近くにまとめた4体を一気にドッカンですわ。あ、ちなみにアクションコマンドなんですけど、マリオさんが攻撃されたときもタイミングよく A を押すとガードできるらしいですわ。あ、ガードとかもあんだ。てか、そっか、やっぱりバトルだから相手から攻撃されるんだよね。今のところ全部ワンパンだから。痛みを知らないから。うわ、すげえ稼げるじゃん。これマックスなんつうの、カンストコイン乾燥させるの大量にいるんだろうな。あ、折り紙塀を懲らしめたら紙っぺらが出てきましたわ。あちこち穴が開いてて危ないから、紙っぺらもたくさんいるし、折り紙兵もいなくなって紙っぺらももらえるなんてとってもお得ですわね。おー、確かに。それにしてもこんな山奥まで折り紙兵がいるなんて、何か悪さをしに来ているのかも。嫌な感じですわ。なんか折り紙兵がまたここまで企んでんのか。なんか山の奥まで来て何か悪いことを企んでるってことか。はいはいはーい。よし、オッケー。下下っていこうか。とりあえず
おお、びしょー、逃げる。あ、踏んだ。あ、これ踏んだらなんかいい感じでバトル始まったりしないかな。お、ダメージ入った。やったぜ。うわ、敵を並べろ。これ2回操作できる。ありゃー、マリオさん、今回折り紙兵の並びが結構バラバラじゃない？なんかついにこいつ敬語使わなくなってきた。敬語使えや。これもしかしたら1回のリング操作じゃ揃えられないかも。うわーん、こんなのずるいですわ。まさかこのバトルでゲームオーバー。いや、クリボー4匹にはやられねえよ、さすがに。リング操作2。あ、マリオさん、あれを見て、リング操作 ×2 ですって。つまりあれってリング操作が2回できるってことだったりして。こういう操作回数の多いバトルもあるんですわね。勉強になりましたわ。よーし、2回操作できるならあれをああしてあっちを。これもっとなんか3回とか4回とか出てくるのかな、もしかして。マリオさん、あとはよろしくです。もうなんか軽くなってきた、こいつの喋り方が。でこうね、こう、はい、セレッセ攻撃力アップ、マリオのブーツで、アクションコマンドでタイミングよく A ボタンを押していく。あい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 、1体目ちょっとタイミングずれたのか多分。はい、バトルボーナス。あ、1回で終わりなんだ。グッド、倒した。お話聞こうぜ。あの折り紙ずっと、じゃあ僕の頭の中に隠れてずっと待ち伏せしてたんだよ。助けてくれてありがとう。お礼にこれをあげるよ。お、いいやつ。うわ、コインだ、やった。あのさっきもちょっと言いかけたけどさ、キノピオタウンに帰るのが目的なんだよね。話す。折り紙を倒せばきっと紙っぺらが出るよ。いや、知ってるわそんなことお前。か、並べたし。え、ちょっと折り紙兵の数がやたら多くありません？こんなにたくさんいたら1回の攻撃じゃ間に合わないかも。うわー、こんなのずるいですわ。テンプレ、さっきも聞いたぞそれ。お前録音をしてないよな、その言葉。アクション2回あるね。あ、マリオさん、あれを見て、アクションのところ。あれってもしかしてアクションが2回できるってことだったりして。そうであってほしいです。まずは1回目の攻撃を試してみましょうよ。普通にこっちのウィンドウとか見てくるんだね。マリオたち見えないはずなのに。マリオブーツ、はいはい、バトルスタート。マリオのアクション、タイミングよく A ボタン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 。ちょっと失敗したな。それで、あ、もう1回行動できるんだ。わー、やっぱりあと1回アクションできるみたいですわ。マリオさん、2回目の攻撃もやっちゃいましょう。あ、ノリノリだなお前。好戦的だね。はい、マリオのアクション、光ったところで、はい、ここグレート、あ、グレートかエクセレントが一番いいのか、いいのかな。2回もアクションできてなんだか得した気分です。お得大好きお嬢様。アクションの回数分整列成功していれば全部の敵に攻撃できますわ。残り回数をチェックしてアクションを選ぶといいですわね。いやー、なんか今回のバトルは頭使えそうだな。あ、これさっきの泉じゃない？調べる。あ、ここはさっき遠くに見えてた泉じゃないかしら。近くで見るとなんだかちょっと癒される感じがしません？いや別に。川のせすらぎとかないし別に。あ、泉に何か入れてみます。とりあえずキノコ入れようぜ。多分これで戻るんでしょう、さっき見た感じだと。お花とラジカセとキャサリンが元に戻ってたから。おー、戻った。回復アイテムゲッチュ。はい、ゲット。ファイヤーフラワーは何なんだろうな、何に使えるんだろう。ファイヤーフラワー、ポイッと。はい、ファイヤーフラワー。こいつはなんだ。ファイヤーボールを1列分の敵に投げつける。なるほど。でもジャンプあるからいいんじゃない、別に。ボス戦とかで使っていきたいかな、これは。あの宝箱を開けていこう。あそこに命の種があったりして。違った。何これ。お宝フィギュア。うわ、ナンバー2だって。気持ち悪いな、なんか。多分あれか。あそこにあったのがナンバー1か。だいぶ手前に宝箱1個あったのが。お宝フィギュア？何それ、ちょっと可愛いですわ。何それ、ちょいちょいこいつ敬語をやめてきてんな。フレンドリーに接しようとしてくれてんのかな。種、命の種がないな。あ、ピンポンパンポン。アナウンスが、手に入れたお宝フィギュアはキノピオタウンの
大博物館に展示されます。いやそもそもキノピオ博物館、大博物館行けないんだけど。てか種どこよ。え、うわーもう叩いただけやん。そんなもう喋ってなかったやん今。魔法陣だ。これ神の手で引きずり下ろす的な感じか。あー違う、神の手引きずり下ろす。はい、パンパカパーンと。え、紙だけ？あ、種。あ、命の種だ多分。やったぜ。これをデクジーに届ければいいのかな。お、え、干からびた種ポイッと。これで命の種になるのかな。おお、戻った。あんま変わってない気もするけどな。バスケットボールみてえな命の種になった。これをデクジーに食べさせてあげればいいと。なるほど、行きましょうか。じゃあギエー、何デクジー、今のしわがれたギエーはきっとデクジーさんのお叫びですわ。しわがれた言うてやんな。今からギンギンになろうとしているのに、よぼよぼのじいさんがあんな激しいギエーだなんて。もしかしたらどうにかしちゃったのかも。なんだ、なんか嫌な展開か。それにしてもオリビア失礼だな。オリビアこの伊豆にぶち込めないかな。どうにかしてぶち込みたい今日この頃。